んばんは、千原みのりです。3年間を振り返った総集編、体をリフレッシュさせる整体クリニックと続きましたけれども、なんと今回はここで皆様に重大なお知らせがあります。なんとこのパム TV、 次回の放送で最終回を迎えることとなってしまいました。そこでラスト2回ということなんですけれども、私の原点を探るべくある場所に来ています。なんとここは私が声優となるきっかけを与えてもらった ABEX アーティストアカデミーです。ここ ABEX アーティストアカデミーは新しい時代のエンターテインメントを創造するため、8つのコースの授業で魅力にあふれた人材を育成する学校になっています。はい、ここが私がボーカルレッスンの時に使っていた練習スタジオです。今でも一人で練習したりしているんですけれども、本当に思い出の深いお部屋でございます。あ、先生、こんなところで何やってるんですか。お久しぶりです。ご紹介します。私がボイスレッスンの時にお世話になっていた谷本先生です。谷本です。久しぶり。お久しぶりです、ね、今日どうしたの。今日はですね、ちょっといろいろ学校の中を、思い出とともに振り返っているんです。でもどうですか、覚えてます、うん、初めて私と会った日のこと。あ、どうだったかな。覚えてないんだ。初めては覚えてないかもしれない、でも印象はかなり覚えてます、どうなんですか。ね、なんかかなりね、はい、ちょっと天然ボケキャラなのかなと思って。そうですか、歌のね、校内のオーディションみたいなのがあって、はい、はい、ちっちゃなんか小芝居みたいなの入れながら歌ってた。懐かしい。なんかつかみは早いんだけど、はい、つかみはものすごく早くて、ものすごく生徒としては教えやすいんだけど、すぐ忘れちゃう。そんなことないですよ。そんなことない。また困ったことがあったら相談してもいいですか。うん、もちろん、はい、今後とも、どんどん頑張って、はい、さらに、うまいシンガーに、はい、声優だけども、はい、シンガーとしてもしっかり実力感になれるように、はい、千原みのりをよろしくお願いします。よろしくお願いします。 ABEX の アーティストさんや俳優さんたちのサインがいっぱいあります。その中に私のサインもちゃんと飾ってあります。